バッグのデザインにはいろんな持ち手のね、タイプがあるんですけれども、このように主に2つなんですね。この2つの持ち手の作り方は最後の部分までは共通していますので、まずはそこまでの工程をやっていきます。持ち手の長さと縫い代は指示に従ってください。持ち手の幅は3センチだったらその4倍で12センチ、このように取ってください。生地の方向は縦方向にできれば取ってください。直線距離も長いので折り目をつけるためにアイロンで押さえていきます。それではアイロンをかけていきましょう。まずは半分に折ります。そして開いて半分ずつにしましょう。こっちの方にね、行かないようにこの折り線のところに行くようにしてください。そしてこちら側もかけましょう。この先端でゆっくり押さえていくとしっかりかけられます。折り返して、これ4枚重なってるんですね。かかりました。それでは持ち手を中に差し込むタイプから縫っていきます。このように折っていったんですけれども、こちらの方の合わせてる方から縫っていきます。まずはキワキワ端端っていうふうに意識しないで、だいたい2ミリぐらいのところに針を落としてください。それでは縫っていきます。少し返してこのまま縫っていきます。ですけども、しっかりさせるとか、デザイン的にもう一方の方もミシンをかけておきたいなって思う時は、同じスタート位置ですね、初めここでミシンをかけた位置から同じように始めましょう。逆にしないということです。上が2方向、下が1方向を縫った持ち手です。こちら両サイドが始末してないんですけれども、何もしてない、縫いっぱなしなんですね。これ重ねて縫ったりすると、これはこちらの方に差し込むタイプなんですよね。こういう風に厚くなりますので、また縫いにくくなったりするので、これは縫いっぱなしで大丈夫です。